除湿剤も若干少なくなってきてるんだけれども。何がいいですかね。いいあのね、まあ、柿はまず一番。柿は行きたいですね。柿でしょ。白っぽいのも行きたいですもんね。あ、まあ、昨日サンマ食べたんで、はいはいはい、それ以外で、ね、ハラスは好き。ハラス好きですよ。ハラスに食べましょうよ、うん、とね、シシャモも、シャモも白いですよね。シャモ食べよう。シャモ来ますか。ハラス食べるんだけど、時知らずにこう。めっちゃシャケシャケでホタテ行こうか。シャケシャケ、ああいいですね。じゃあ釧路人が撮るのを見てます。あ、いいですね。あ、ユーチューバーっぽい。あ、ハラスですね。ハラスですね。ハラス。あ、そうなんだ。すごいな。シシャモですか。わあ、最高ですね。立て、立てです。炭火で、炭火でやっちゃいましょう。わあ、いきますね。わあ、どこさんなんですか。これは多分形から言ったら厚岸ですか。海のミルク。たまらんすね。8000円やってるでしょ。4000円やってるじゃ足りないよ、これにいくらでも2つ。いや、まあ確かにいくらでもついてる。いくらでも前いくら、うん、いくらホタテ、いくらホタテだったんですけど、鮭のそばを気にするやんか。え、そうなんですか。全国の鮭のそばをすごくないですか。グラスでいくら、はい、あ、ごめんなさい。すごいっすね。これ何年前からあるんですか、ここ。いやこれ何年前、そんな古くはないですか。古いよ、古いよ。久々だもんな、来たの。40年前からありそうな感じですけど、どうですか。近いことは近いですけどね。あ、そうなんですね。なんで18まで新富士にいて気づかなかったんですかね、僕。まずこの優雅な時間。いや、そうですよね。味の前に。そう、何もしないですからね、僕ら。そうそうそう。ゆっくり1時間、カモメの声を聞きながらさ。幸せですよね。本当に。これ一人で来る方っています。ありますよ。あ、いるんですね。女性の方でも若い方も。まあ、観光客ですよね。そうですよね。まあ、知名度あるから、来ますもんね。そうですね。ありがとうございます。味がついてますので、好みでわさび使ってください最高じゃないですか。
うまいよこれ。うわ、もう違いますもん。もう、わあ美味しいな。うわこれだよ、シャモというのは。いやこれ。うん。本当。うんうん。はい、大丈夫。ああ。塩派ですか、醤油派ですか。わさびと合うな。合うね。合うわこれ。どっち派。難しいよね。難しいですよね。パパのとこついてくる、ママのとこついてくるぐらい難しいね。なかなか答えづらいこれ。答え合わせしますか。どこの席か。まあ3パターンありますよね。もっとあるか。で3パターンぐらい。いや2じゃないよね。先方しか。うん。まあじゃあならば。しかどうなんだろう。コンヌモリっていうのが。ああそうだそうだそうだ。うん。確かに。牡蠣はどちらの牡蠣ですか。キシです。あ、キシだ。さすが、合ってましたね。だんだんカリカリに。うん、カリカリですね。おお、少し醤油いるかな。あ、醤油いります。もしかしたら大丈夫。あ、でも、あ、うめえ。カリカリ、香ばしい。油が落ちる感じ。でも落ちるから程よく、程よく油ありますけど、ハラスといえば油ですもん。おお、そう。うん、俺だよ。もう年考えないと俺。うわ、ちょっとご飯乗せて。うん、これですよ。鮭には白米ですよ。うん、ははふわっとしますよ。牡蠣もね、火が通り過ぎないうちに。あ、確かに。うん、すごいこれ、うん、火の通り加減がもうちょうど良さそうですもんね。うまっ、あんなま、あ、うまい、気持ちの食べ方。うん、あ、うん、あんなまっぽい、これちょうどいい。そうだ、そうだ、うん、焼き牡蠣ってこんぐらいなんですよ。そうだ、そう、あら、うまっ。プロに焼いてもらうのが、うん、昨日のロバタもそうですけど。そうごちそうさまでした。ごちそうさまでした。シャケマン屋さんごちそうさまでした。ただいま朝9時40分なんですが、夜札幌でマジックあるので、このまま高速に乗って帰りたいと思います。次が15日、後ろに来ます。次は新葉小学校で3日間マジックショーをやらせていただきます。二瓶校長、待っててくださいよ。ということで、今回の1日目の12月9日の1回目の釧路は以上です。
Say goodbye to Green Angel. He's going back home for the next magic show.